これからもうちょっと効率詰めないとダメなのに、効率詰めないとダメなのに、そうですね、ありがとうございます、はい、助かります、ゼロイ、レシート、皮だけ出して、あと全部くるむようにしないと。この一本のマグロズバッとね、おろして、そのマグロ皆さん楽しんでいただこうかなと思っておりますね、使いますね、とても骨とかヒレの部分とっても硬いんで、ヒレの部分ね、こうやってノコギリで落としていきます。これね、胸びれっていうとこね、このノコギリで落としていってます。はい、ここが胸びれってとこです。ケツ下ろしちゃいます、はい、よいしょ。骨はとっても硬いんで、骨の部分はね、こうやってノコギリでね、落としていきます。はい、こちらね、本日51キロですね、生の本マグロのね、尾っぽの断面図になる。これがシリビですね。解凍したいですね。2名様どうぞ。お待ちで、あ、4名様です。顎を落とします。お待ちですか、お待ちですか、はい、お待ちのお客もどうぞ。これが顎ですね。食べれるんでしょ。焼いて食べれます。マグロの頭ですね。はい、こちらが本日、51キロですね、51キロ、生の本マグロ、生の方ではですね、脳天というところね、とっても貴重なところをね、取っております。はい、どうぞ、お寿司で召し上がりますよ。さあ、ただいま本マグロ解体やっております。短い包丁はないなかったです。さあ、それではね、まず、スパイスします。さあ、今おろしたところがこのマグロの腹の部分になりますね、腹は赤身中、せーの、よいしょ、ありがとうございます。皆さんグッジョブです。ありがとうございます。さあ、こちら本日ね、51キロね、この白いところに内臓とか入ったところですね。ああ、そうですね。
はい、こちらね、本日、51キロになります。中トロ、そして大トロの断面図見ることができます。この部分に赤身、中トロ、ね、そして大トロがね、取れるのですね。大トロ、大体どの辺かっていうと、大トロ大体この辺です。だからね、背の部分ね、下ろしていきます。このマグロの背の部分ですね。背は赤身、そして中トロがね、取れるところになりますね。さあ、ではね、もう一回よいしょー。はい、ありがとうございます。皆さん、グッジョブですね。こちら本日ね、51キロ、ね、51キロ生の本マグロの背の部分になります。ちなみに今日このマグロさっき食べれるって言ったんですけど、もちろんこのマグロ店内に入っても食べれるんですけど、生の本マグロ食べれます。今日土曜日特別です。普段はやっておりません。土曜日だけね、解体したて、おろしたてのマグロ、こちらで店内入らなくても食べれますからね。今日だけ特別ですね。土曜日限定でございます。今日は51キロ、長崎で水揚げさ、もっと生の長崎の生の本マグロでございます。今日こちらで土曜日だけ特別でございます。さあ、ただいまね、中落ち取っておりますね。この中落ちも今日食べれます、ね、さあ、ただいま解体場やっております。この部分に赤身、そして中トロがね、取れるとこですね。解体やっております。もう今半分下ろしました。今半分下ろして、店内の中で職人さん握っております。もう下ろしたんですけど、あと残り半分になりますね。さっきこうやってこの粉にまだついてたんですけどね、こちらね。こうやってつけた方が分かりやすいから、こうさっきまでね、こう1本でこうなってましたよね。もう半分今下ろして、あと残り半分ですね。で、マグロは、はい、1500円。はい、中落ち、中落ち、はい、中落ち、お醤油ね。はい、どうぞいらっしゃい。